ちょっとアナウンスしてもらおうかなと。アナウンス、アナウンサーみたいな。はい、できるかな。できるかなと。本日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は新快速。初めにちょっとあの車内のどんなどういう設備があるかあるかっていうのをちょっと軽く運転席なのかな。すごいな、ね、四方八方にボタンがあって、うん、あ、これってあれかな、速度、速度かな、うん、こっちが緩め、緩め、はい、というわけで、はい、皆さんの馴染みのある、この新快速列車ですかね、超お世話になります、ね、岡山は通ってないんだけどこの関西地方を中心に、通っているこの新快速なんですけど、今回ちょっと旧型というかね、はい、まあ、普通とか快速とかこういうのよく 今見るよね、うん、で、今日ちょっといくみちゃんに、はい、ちょっとアナウンスしてもらおうかなと。アナウンス、アナウンサーみたいな、はい、できるかな。できるかなと、まあ、今はね、今のご時世なんでなかなかそういうのがマイク本来はあるんですけどないので、今回はなしでちょっとやってみようかなと。マイクなしでもうそのまんまの声でやってみようかなと。やってみる。で、手始めにちょっとあの車内のどういう設備があるかっていうのをちょっと軽く、見た上で、再現していきましょうかね。はい、はい、よろしくお願いします。めったに入れることのない車両に入らせてもらいます。はい、運転席なのかな。実際に使ってたのを切り取ったのかな。ああ、そういうことか。すごい、もう今日レバーめっちゃ触れる、うん、あ、これってあれかな、速度、速度かな、うん、こっちが緩め、まあ、これ多分詳しい人は分かると思うけどね、うん、僕らちょっとあれだね、あ、これ電気だろうな。そうだそうだ、本当だ。え、変わるのかな、ちょっと変わらないね、やっぱ眩しいからね。すごいな、四方八方にボタンがあってすごいね、運転手の人って。いろいろ触りたくなるよね。うん、なんかもうボタンめっちゃ押したから、あ、こういうのカチカチ好き。めっちゃ好きこれ。で、上にもエアコンついとってて、あ、聞いたことある？あれだ。閉めるときに閉めますよのレバーが。で、そうね。あ、くわかんないとかな。まあ、安全のためにね、こういう感じで閉めてますけど、っていうことだよね。すごい。スタートって言ってくれたら。スタート。本日も。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。スタート。本日も JR 西日本ご利用くださいましてありがとうございます。この電車は新快速姫路方面。ちょっと待って、もう一回。結構は最初からよ。
姫路から先播州阿公方面おいでのお客様は前より8両1号車から8号車にご乗車ください。なお、この電車の車掌は姫路です。 JR 姫路までご案内いたします。 JR 西日本からの願いです。優先座席とその周りではマナーモードに設定の上、車内でのご通話はご遠慮いただきますよう皆様のご理解ご協力をお願いします。はいいいと思うよ。まあ、もうぶっつけ本番だったからね。本当だよ。本当ね。今日から言うといて。そう。もうこの5分前ぐらいにね、これを LINE でメールの相談もしたから、渡したからね。よく言えました。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。でも、ね、結構大変だよね。車掌さんってほぼ噛まずに言ってるよね。そう。ほんまに。ね。恥ずかしくないんかな？慣れるんかな？もうやっぱプライドでしょ、もう。そう。こんな長いセリフを。すごいと思う、やっぱ。なんかね、こういうご時世だけど、うん、ちゃんと、ね、その物流とか流通、ね、こういう感じで頑張って働かれてるということで。なんか声とかも独特よ。この人すごい綺麗な声っていう人も。そう、多いね。やっぱ流れるように言うしね。やっぱ鍛えてんだろうね。鍛えてんのかな。あ、い、う、え、みたいな。あ、発声練習とか。そう。というわけで、ちょっと身近に感じられたかなと思います。はい、はい、というわけでありがとうございました。ありがとうございました。はい、ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。